山形県米沢市立東部小学校の小山和成と申しますよろしくお願いいたしますこれから本校の研究について説明します本校の研究テーマは若手教員とベテラン教員の共同による校内 OJT モデルの開発ですこのテーマのもとどのような研究の歩みをしてどのような成果が現れたかについて次のような流れで説明いたします 平成年年度、28年度とともに50代、20代の割合がが高くなっていることが分かります。この流れは今後一層強まることが予想されますこの年齢構成の急激な急速な若返りにより学級担任の指導力の差が大きいという課題が見えてきましたこのような背景から若手教員への 系統的、組織的な OJT の育成システムを構築し、資質の向上を目指して、本校の研究課題を若手教員とベテラン教員の共同による校内 OJT モデルの開発と設定し、パナソニック教育財団の特別研究指定校として、2か年計画で研究に取り組んできました。 3つのアクションを設定しましたまずは学習規律学習指導の手引きを作成することにしましたこの手引きは全教職員の共通理解のもと学習指導部を中心に当部省として揃えたい当たり前の項目を細やかに定めたものですさらに教師力を高める土台として児童生活部と 固体安全部を中心に生徒指導、固体安全指導などの内容も盛り込み、指導について確認できるマニュアル本、トーブックを作成しました。学校全体での統一した指導を土台とした上で、次に ICT 活用を含んだ授業研究会やミニ授業研究会を実施し、ベテランと若手が日々の授業作りに、 ついて検討し見せ合い語り合う場を設定することで授業力の向上を目指しましたさらにどの学校においても推進可能である校内 OJT モデルの開発をし普及していく役割を担うためリーフレットにまとめることにしましたベテランが若手に授業技術や学級経営のノウハウを伝える機会として若手塾 校内地留学を教務部の計画によって推進しましまた日々の教育活動の中で意図的計画的組織的かつ持続可能な研修による頭部症の OJT を確立し研究実践していくこととしました3つのアクションに対するこれまでの具体的な取り組みとしてアクション A では 若手に最低限できてほしいことや伝えたいことは何かを検討し学校で統一した学習規律の項目を選定し指導に当たりました教室環境も全学級で統一し学習規律も統一したことにより挙手の仕方机上の整理漢字の習熟 言語活動の充実など具体的な児童の姿としてその成果が現れてきました2つ目のアクション B については特に実物投影機の日常的で効果的な活用をまとめたハンドブックを作成して研修を行いより良い授業づくりに努めてきましたベテランも若手も ICT 活用と 学習規律の両輪で昨年度は延べ88回の公開授業を行いました成果発表会でも全22学級が授業を公開し2月には若手を中心に12学級が授業を公開しましたベテランと若手を組み合わせたグループで事後研究会を行い交流 交流後には各グループで話し合われた内容を若手がまとめて発表しました。三つ目のアクション C ではベテランから若手が多岐のテーマの多岐にわたるテーマで学ぶ若手塾が若手同士の実践交流意見交流を行う若手塾に発展していきました。さらに全国展開を行っている地元企業の OJT のあり方も学びました。 校内地留学ではベテランの指導を生で見ることで即明日からの自分の指導に生かすことができましたさらに米沢市内の教頭会、教務主任部会、研究主任部会の先生方に参観していただいたりポスターセッションで発表したりして本校の OJT モデルの啓発・普及に努めてきました。それでは成果 取り組みもの変容についてご説明しますこれまでの取り組みを振り返り評価検証することを目的に OJT アンケートを実施しましたまずアクション A については手引きを作成したりその手引きを用いて確認検討を行ったりすることで若手教員とベテラン教員の学び合いの場が生まれ教育の質の向上につながりました。 その根拠が OJT アンケートの結果からもわかりますベテランももちろんですが特に若手は児童のノートの取り方規律授業前の準備が良くなった学習スキルが身についたと実感していることがわかりましたまた授業の流れを意識するようになったり提示を工夫するようになったりし教師自身の変化を感じていることもわかりました このことから若手とベテランが互いに学び合いながら検討し実践してきたことでベテランも若手も授業力が向上し教育の質の向上につながったといえます次にアクション B については ICT 活用の学び合いをきっかけとしてベテランと若手の活発な学び合いに発展し確実な授業力の向上につながりました その根拠として、板書の技術、授業の流れや構造、授業中の規律、提示の工夫、丁寧な教材研究の項目の平均点が非常に高いことがわかります。つまり、授業後の協議会がより良い授業づくりを目指して、若手とベテランの活発な学び合いの場に発展し、その結果、確かな授業力の向上につながったと言えます。 最後にアクション C についてですがこのようにさまざまな OJT 研修と普段の学年会や職員室内での OJT という2つの OJT が両輪となり推進してきました若手塾や校内治流学は若手が学ぶだけでなくベテランにとっては自身の指導を振り返る機会になったと感じており結果として 学校全体の教師力の向上につながりました学年会や職員室内での普段の会話は若手にとってはすぐ知りたい使いたい指導のさまざまなノウハウを学ぶ一番身近な OJT の機会となっていることが分かりましたまた本校の OJT システムの紹介と普及に努めてきました若手とベテランの互いに 学び合う姿勢が確立したことで OJT システムの推進につながりました最後に次に今後の展開定着と普及の計画について説明しますアクション A については過剰修正して活用していきながら大体の児童ができているからほとんどの児童がよりよくできているに変容できるよう取り組んでいきますアクション B については習熟から活用までの流れを意識した 誰もが分かったを味わえる授業づくりと計画的な校内研究会を実施していきますアクション C についてはベテランと若手による双方的な OJT のさらなる推進と公開校内研による OJT モデルの普及に引き続き努めていきます最後にこの2年間の活動から得た気づきや学びについて発表します一つ目は公務文書に OJT がシステムとして構築され 現在も継続しし機能していいるととうことです2つ目は学習規律を統一したことで児童の学習や生活に対する意識が良い方向に変化したということです。3つ目は本校の研究が他校へも OJT モデルとして普及が進み現在もモデル校的存在となっていることです。4つ目は授業力の向上につながったことです。そして最後五つ目は 若手とベテランによる共同によって学び合う集団になったとき教育効果が上がり学校の安定化につながったことですこの研究を通してベテランと若手教員の温かな人間関係が築かれ自由に学び合い教え合う雰囲気が生まれましたそして教師として人間として高め合う集団チーム東部として教育力が高まり 一人一人の子供にあった教育の実現へとつながっています。今後もこの OJT モデルの追求・検証に努め、より良い学校づくりに取り組んでいきたいと考えています。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。